はい、今日の一品です。まずはスナップエンドウをさっと色が変わるぐらいまでボイルしていきます。ソーセージも2本一緒にボイルしていきましょう。スナップエンドウは歯ごたえが大事なので、綺麗な緑になったらもう揚げていきます。はい、もういい感じになってきましたね。もうこんな感じで大丈夫です。ソーセージもパンパンに膨らんだら、ちょっとお湯を捨てて香ばしく焼き目をつけていきます。スナップエンドウは細切りにして、筋は取っておいてください。これをボウルに移して、ソーセージも刻んでいきますね。美味しそうな焼き目をつけてから、縦に切って、今度は横に細かく刻んでいきます。ボウルに移したら、今度はからしマヨネーズですね。これをたっぷりと、足りないときは普通のマヨネーズを足してください。ピリッと辛いからしマヨネーズですね。あとはちょっと少ないのでマヨネーズを足していってください。お弁当用にカップに入れて完成です。スナップエンドウとソーセージのからしマヨ和え、お弁当にどうぞ。